おはようございます。ティーマート TV のルナです。本日はですね、笑う門には福来たるという番組で、この番組はですね、どんなに辛いことがあっても、笑っていれば福が来るであろうと信じてやまない演者たちが行う番組となっております。本日の来店の場所なんですけど、目黒区にあります将軍西小山店さんにお邪魔しております。わらかどとですね、こちらの店舗さん2度目の出演とさせていただいております。まだまだ慣れないんですけれども、今日も一日頑張っていこうと思っております。狙い台なんですけど、まあ、前回もドツを出してもらってですね、投資も少なく、キューベチャレンジ成功して裏クエなどですね、とてもいい展開を見せていけたと思うので、ただワルプルが引けなかったのがちょっと残念だなっていうところがありまして、今回もともし取れたら、抽選が良かったらですね、マドツーを打っていきたいなって思ってるのと、まあ、マドツーが取れなかったも、まあ、リゼロとかあとはバージ3、その辺をちょっと狙っていこうかなっていうふうに思っております。まだまだ不慣れなんですけれども、今日も一日頑張っていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。店頭に並んでおりますと見せかけましてまあでもぴったり100番で、まあこんな100番をぴったり弾けることもないと思いますので、これも運だと思って狙い台取れないと思いますが、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。トントントン、キャー、みんな早い。ムートすごい100番取ったんですけど、狙い台も、2つ3つぐらいまで決めてたんですけど、もう全部取れなかったので、普段全く打たないんで分かんないんですけど、もうこの1台にかけてみようと思います。凱旋朝一打っていきたいと思います。はい、ということでですね、朝一、凱旋の方を打っていきます。お願いします。はい、まず一つ秘宝がありましてですね、朝一狙い台を一応3つまで決めてたんですよね。で、1番は好きな窓2で、2番目が、リゼロで、3番目バジ3って感じだったんですけど、まあ見事に全部取れなくて、で唯一なぜかでこの1台だけ空いてたんですよね、凱旋が。で、例なんですけど、ハーデスは結構打ったことあったんですけど、凱旋って本当に残念ながらもう今の今になっても手をつけなかった、ほぼほぼ手をつけなかった機種なんで、全くわからないんですよね。なんかキナナガとか風がこう吹くととか言うんですけど、全くわからないので、もうとりあえずぶっ壊すしかないって感じなんですけど、いや動画が心配になってきました、朝一から。としてはですね、笑う門には福来たるということなので、笑ってれば福が来る、まあちょっと考えたくないですけど、まあ、天井に行こうがね、何をしようが笑顔でいればなんとかなるぞと、なんとかなるところを見せたいとこではあります。笑門出演は私2回目になるんですよ。で、前回はね窓2を打って
ボロく出してって感じだったんですけど、2回目なのでもう1回知らない方も多いと思うので自己紹介をまずさせてほしいんですけど、私はピーマット TV で演者をしております。演者歴は1年くらいなんですけど、レナと申します。動画はあまり普段出てなくて数えるぐらいしか出てないので全然慣れてないので温かい目で見ていただければと思います。あと、まあ誰だろうとか思う方も多いと思うんですけど、よかったらツイッターとかもやってるので気になれば覗いていただけたらと思います。いや、無知すぎてやばい。恥ずかしいやん、いやいやとか言いながら黙々と打つんですけど、まあでもみんな気になるけど触らんみたいなティッシュって絶対ありますもんね、ある。あ、これ熱いやつじゃないけど、熱いやつじゃないの、全然違った。これ絶対熱いやつ、トントントン、おい、来た、早かった早かった。208ゲーム投手は9本です。当たりました、よかった、とりあえずよかった、ぶっ壊すぜ、ぶっ壊す、テラップテラップ入れてください、ぶっ壊し方知らねえって。ボトとか危険のかな。そんな甘くない。いやー、でも回線打つの3回目とかのレベルかも。いずれは回線もなくなる機種ですもんね。いい思い出を残そう。ここで取れたら、鏡みたいなのがコント、あ、残念。まあまだまだ自称はめるの大好き人間なんで、これはリアル。目標とかなんかないとね、あれやな、回線やったらやっぱゴッドいく、ゴッドインゴッド、ゴッドインゴッドはやめとこうか、ゴッド望みはとりあえずゴッドいく、こといっぱい考えとったんやけどな、話すこと。でもね、まず狙い台が3台あってね、前代取れんってまず思っ、取れんっていう想像もしてなかったけん、それにまず戸惑って。本当はね、アドマギとかね、リゼロとかのねアニメの話とかもねしたかった。いや、動画が心配になってきました、朝一から。そやな、今日喋ろうって思っとったこと全部ぶっ飛んでしまったけんな、この台打ちながらこういう感じの話しようかなとかいっぱい想像してきた。まず空回ったというかぶっ飛んでしまったけん、趣味とかあればなとか思うんですけど、前回のね動画でそういう話しようと思ったんですけどね、趣味がないんですよ、ないっていうかインドアなんですよね。でも
言うと、まあ、趣味というか、まあ、お酒は好きなんですよね。で、まあ、毎日だいたい家で飲むんですよ。で、仕事とかでもなんか出張とか行かせてもらう時とか、もう一人でコンビニとかにね、これぐらいのウイスキーとか、まあ、ビールとビールの缶と、まあ、そういうのをウイスキーとか一人でいつも飲むんですよね。まあ、ぐらい、まあ、なんだろう、ほい、まあ、ぐらい、まあ、お酒結構飲むんで、やっぱ酒っぱらとか気になって来る年になりまして、それで、でもなんか自分に甘いですよね。自分に甘いと思うみんなみんなとか絶対それはないけど、ごめんなさい。まあ甘い、私はまあ自分に甘いけん、こう通い放題のねジムとかは、まあ、続かんやろなって、もう行くのめんどくさいとか、やり方わからん、しんどいとか絶対なるなって自分で思ったんですよ。なんでパーソナルのジムに行くことにして、最近行ってるんですよね。すごい、隣の方がブインブイ言わしてる。で、まあパーソナルにね行き始めて、体重はまあ本当1キロとかしかほぼ変わらないですけど、まあ基礎代謝とか筋肉量とかは、まあ、明らかに上がって数字で分かるんですよね。追加投資です。まあパーソナルってちょっと値段もするじゃないですか。なんでもったいないかなと思って絶対行くんですよ。まあ、インドアやけど旅行は好きなんですよね。旅行は好きで、先月北海道、来月は沖縄に行く予定です。で、まあ地元も大好きなんで、3、4ヶ月に1回ぐらいは帰らせてもらってるんですけど、まあ、毎日飲みですけど、ね、毎日飲んでしかない。チビの酒飲むと覚えてください追加投資、早くももう追加投資します。2枚目、すごいですよ。隣のお兄さんがすごい音を醸し出してるんですよ。スペシャルゴッド系 SGG、 すごい派手な。ラナも出したい。やったことないけど、あれ、うわ、恐れているのは何もなく天井パターンみたいなのが一番。まあ気楽に行きましょう。わらかど、笑っていれば福が来る番組でございます。負けることなんか考えてないですからね。いや早すぎる、吸い込みが早すぎる。思い出してって言いたいけど思い出せんのな。妄想を膨らまして行きましょう。ちょっとつまらんええかもしれんけど、一発ちょっとはめて、そっからドカーン、これやこれで行こうと私の中では思っております。まだ甘い、まだ700ですからね。まだいけるで、自分まだいけるぞ。レナ頑張れ、レナ。でここで通訳です。壊れてきてる、やばい。お、逆か、V で挟
さまないかとか。7 10回目。え、あ、いいんじゃないですか。1奇数7。お、7来てる、来てるぞ、ヒット来てる。やっぱりステージ延長ですね。延長ステージ、ここで当てとかんと、ここで、ここで、ただいま729ゲームでございます。ここ超えたらもう天井やけんな、きっと。 V77 これ来ますよ。違う、 VVV グラフも V にしてこう、凱旋ちゃんしていきましょう。お願いします。え、もう煽らんで、ヒヤヒヤさせんで、行くでしょ。よかった、すごい派手な、派手ですね、さすが。はい、投資は33,000の752ゲームです。はい、行きましょう。めちゃくちゃ煽って火をって遊ばれるんかと思って焦った。ありがとうございます。なんかドーンって槍刺さってくるやつじゃないけん、はいはい煽りねみたいな感じで思ってしまった。続いてくれたら、まあでもまだ天井とか行って単発みたいなのより当たり早かったかなと思います。努力の結晶を見てください。これめちゃくちゃ手黒、拭くなり洗うなりしよう。じゃあいあかんかな、なんかあかんかな、やってもうた。はい、312枚いきましょう。何もなく、あっさりだな。はい、何事もなく駆け抜けていった。いや、せめてレンちゃん来てくれんと。どう、さっきもちょっとちらっと店内練り歩いたんですけど、大会でもやっぱ移動できないんですよ。すごい今日稼働すごすぎて、なんでまあ全ツッパーの気持ち、全ツッパー
しかない。せめて動画として成り立つようにしたいけど、これは大変ですね。今のところ地獄です。変わらず持ちコインで101ゲーム、頼むよ。いいの引こう。ここで引いとこう。ここで引くしかない。引きを見せる時がいました。何か一つぐらいは見せ場がないと、もう言葉が出ない。マイナスなことばっかり考えるけんダメなんですね。でもね、わらかどというものはどんだけハマってもってやつやん。どんだけハマっても、まあ諦めないですよ。絶対いい動画するって気持ち込めてレバーを叩き、来店は結構毎月いろんなとこ行かせてもらうんですけど、来店の時にあるあるなのが、まあお昼休憩行って帰ってきてからがいつも伸びる。午後ね、後半強いタイプなんです、自称ね。まあでも本当に毎回そうで、もう朝一出てしまった時は絶対負けるみたいな。で、前半も投資ってなってる時は絶対後半爆発するパターンなんですよ、いつもはね。なのでこのいつもの感じで行こう、やればできるはずやっていい気がして言ってますけど、まだ昼休憩入れなかったです。一旦昼終わってから頑張ります。はい、320枚では行きましょう。気合い足りてないかな。まだ凱旋ちゃんも寝ぼけとんかな、きっとな。寝ぼけとんですよね。もうあれやって、そんな話すネタないって。諦めはせんけど、何があっても今日は諦めはせんけども、そしたらもうなんかさあ、なあれですね、最近のなんか話、恥ずかしい話、最近来店で、まあ私こんな感じって言ってもわからんと思うんですけど、まあ結構サバサバしとんですよね、性格も。キャピキャピせんし、なんかこの
女の子っぽくない、まあ、おっさんみたいに叫ぶの虫なんですけど、最近なんか来店でコスプレをしたんですよ。でまあ柄にもないね、バニーちゃん来てね柄にもない感じでね、ぴょんぴょんとかってウサギの真似とかしてね、まあその動画ツイッターに上げてたんですよね。恥ずかしい。まあその上司の人が撮ってくれよる動画なんですけど、それがやっぱ柄じゃないこととかしたのか、世間の皆様がまあバニーを好きなのか、その投稿再生回数 2.6 万回とか言ってて、フォロワーさんもこの日だけで結構百何十人増えたりとかしてて、でもなんかそのそれめちゃくちゃ嬉しいんですけど、まあ、そのね柄じゃないっていうのをやっぱ昔からとか知ってくれてるフォロワーさんとかは、柄じゃなさすぎて最近ぴょんぴょんいじり、最近ぴょんぴょんいじりがね始まったんですよぴょんぴょんやってみたいな、それが恥ずかしくてっていう恥ずかしい話を一個したので、ボットさん一つ何かくださいゴッドの音が聞こえてきた。そっちじゃない言うて頼みますよ。そんなことがあっても諦めずにいれば福が来ると信じてやまない演者の一人ですよ。あー、コインが飲まれちゃった。まあ移動できる台も本当にないので、今日はジェンツになるかな、突っ走るかな。お昼休憩行って帰ってきてからがいつも伸びる。午後ね、後半強いタイプなんです自称ね。Thank you.